どうも久しぶりです。篠山京介です。まあ、なんと言いますか、めちゃくちゃお久しぶりになってしまったんですけど、個人チャンネルを復活しようと思います。去年ぐらいからですね、まあ、ちょっといろいろ紆余曲折あったんですけど、まあ、のんびりと、ちなみにカンタマンの方で、テニスはこれからも上げつつ、この篠山京介の個人チャンネルは復活していこうと思いますので、その記念すべき一発目の動画になるんですけど、今年の1月にね、モデルプレス×シンさんのオーディションに参加していて、僕のインスタとかツイッター見てくださってる方は知らないんですけど、グランプリを受賞させてもらうことができました。ありがとうございます。本当にたくさんの応援ありがとうございました。今日はですね、その受賞式に、来てますので、その様子をちょっと回していこうかなと思って、個人チャンネル1本目の復活の動画にはふさわしいかなと思って動画を回していこうと思いますので、その様子をお届けします。ではメイクとか着替えとか行ってまいります。今回の3本分で、まあ、どんな人とか、まあ、このコンテストへの思いとか、はい、で、はい、どんな人がいるっていうのは大きいかな。どっかでこう冷静な気持ちを保って、で、俳優もやって、はい、なんか、ありがとうございました。この後もよろしくお願いします。ちなみにさん、緊張具合どんな感じですか？緊張具合あんまりないですね。最後のインターハイの決勝より緊張はしてない。してない、うん、いや、どうだろう。いや、それよりしてる、むしろ。あ、本当ですか？うん、インターハイの決勝はマジでしてない。ほんまにしてない。あれしてないんですか？してない。あれしてないんです。一切してない。でも楽しすぎて。あ、そうなの、ね、うん、入場するんですけど、その瞬間からもなんか結構気持ちよくなっちゃってる。あ、でもやっぱ見られるのが好きなんですかね。そうですね。なんか決勝戦めっちゃ、はいはい、もう何千人っていたんですけど、そうですよね、その中もバーって入場してるんですけど、でもあれ気持ちいいですよね、絶対。そうですよね。あ、もうそこ会場でこの試合以外やってないんで。あ、そっか、で決勝絶対そこ、はい、それ見に来る人みんな見に来るじゃないですか。確かに。もう、あ、そうですね。もう俺を見ろと。絶対そうだ。俺を見ろだ。もうみんな俺を見に来てる。嘘ですけど、第一シードだ、相手なんだ。最初は写真から撮ります。もう一枚。モデルプラスをご覧の皆さん、篠山京介です。今回たくさんの応援のおかげでグランプリを受賞することができました。今後もいろんな活動にチャレンジしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ポジションが今のこのスクリーンのところに立つと。はい。じゃあそのまま、うん、そのまま行きます。完璧です。OK です。はい、うん、OK です。ちょっと体斜めにしてみようかな。はい、OK です。はい、うん、はい、OK です。これ1枚これ、あ、これです。はい、はい、うん、OK です。はい、頭、ありがとうございます。今度こそ大丈夫です。ラスト、大丈夫です。じゃあ、しなみさんの撮影、以上です。ありがとうございま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 す。受賞式の様子でした。今回本当にたくさんの応援のおかげで、このような機会を得ること
ができてめちゃくちゃ嬉しいです。この機会を生かして今後の活動をさらに頑張っていこうと思いますので、今後も応援してくれたら嬉しいです。あとね、個人チャンネルの方を戻そうと思ったきっかけは、そのモデルって仕事を始めて、その自分の肌のためにいろいろ食事とかを気をつけていったら、そのテニスをやる中でもすごい、なんだろうな、体が動くというか、その自分の体の変化にすごい気づいて、これをむしろ伝えていきたいなと思ったので、このチャンネル復活して、そういった美容法とか健康法でスポーツに生きるようなことをお伝えできたらなと思って復活することにしました。もう引き続き、ちなみにカンタマンの方で僕がプレイしている動画を上げるんですけど、こっちのチャンネルではそういったかっこよくなるためのこととか、あとテニスに勝つために必要な食事とか普段の気をつけることをお伝えできたらいいなと思ってますので、チャンネル登録してよろしくお願いします。それでは本当に今回たくさんの応援ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。